皆さんこんにちは、佐々木です。本日はビットコインがですね、9万ドルを超えて、そして9万3千ドルまで上がって、えー、今現在ですね、8万8千ドルぐらいで推移しています。今動画撮っているのが2024年の11月15日の、えー、朝、日本時間だと11時です。で、今この状況なんですけども、昨日ですね、ミームコインがめちゃくちゃ上がりまして、ペペとか、えー、あとはそれ以外のミームとかがですね、もう何十、まあ十、 えー、自トップ100に入っているコインでも10個以上が10%から20%、えー、ペペに至っては70%もですね冒頭しましてで、この状況を見て思うのは、もう今年の3月とか、もしくは2021年の、えー、10月とか11月のめちゃくちゃビットコイン上がったときとか、2021年の4月、もしくは2017年、もしくは2019年の4月とか、まああのー、全部、ですねそのこういうい冒頭しているタイミングの、えー、アルトの動きに近いなとうう思ってるんですよね。 でつまり何が言いたいかっていうと、もしかすると、この BTC の9万ドルまでの上昇が、えー、最後として、えー、来年初めからですね、BTC は下落トレンド、そしてアルトも暴落、再びですね、仮想通貨、冬の時代に入っていくんではないかなと思い始めてます。まあ、僕もですね、上がると思ったんですけども、一応ですね、まあ、僕もこれは、 説というか、あのー、まあ、なんとなくですね、今のニュース、コインポスターのニュースとか見てると、BTC はね、この50万ドル超えるまで初期段階とか、まあ、BTC は15万ドル、20万ドルまで上がるんじゃないか、来年とかね。まあ、今年中に10万ドルいくでしょうと。確かにチャート形状的にというか、価格的にも9万3000ドルまで一旦上がったので、もうあと、えー、今が8万8000ドルですけど、1万2000ドル上がれば10万ドルなので、もう10万ドルっていうのは、僕も全然あり得るかなと思ってるんですけども、 ただそれが50万ドル、100万ドルに来年上がるかというと無理じゃないかなというのとえそもそもその来年の段階でもいくらトランプ政権がですね1月20日ぐらいに就任したとしてもえそこまでですね BTC が上げる材料がないんじゃないのかなとで米国がえ準備金としてですね BTC をえと100万 BTC12 なんか12兆円だか1兆円 ちょっと忘れましたけど12兆兆円円だから12兆円ですよね確かね、12兆ドルだととんでもないことになるんで、12兆円だったと思いますけども、それぐらいの PTC をえ国として保有するみたいなね案が提出されてますけど、それ自体も、なんていうんですかね、もしそうなるかもしれませんけど、そんなことをしているようでは、やっぱりその、なんていうんですかね、米国として、その国が、としての、その、 というかそもそもですね、威厳というか、そもそも米国がじゃあ買いましたと、じゃあ続く国はあるんですかって話なんですよね。その米国が100万 BTC も保有するみたいなことで、じゃあ日本も続く、中国も続く、ロシアも続くみたいなことに、えー、まあ一部の国は続いていくと思うんですけど、じゃあそ,その後の資金流入はあるんですかって話ですね。まあそれも含めて、米国の威厳っていうような形で言ったんですけど、あのー、まあ、単純に考えて、要はめちゃくちゃ米国はまあお金があると。 めちゃくちゃ金持ちだということで、そこに対して準備金が承認されて、米国が買いました。で、さらに、それ以上に、米国以上にもっと金持ってて、潤沢で、そこに流入してくるお金あるんですかっていうと、めちゃくちゃ疑問というか、えー、で、それ続かなくなって、そこで以降ですね、価値が減っていったりとか、するんではないかなというふうに思ってます。だから、それも自体もね、承認されるかどうかっていうのは怪しいですし、まあ、そういうポジティブなね、今までにないような、まあ、本当になんか承認されそうな雰囲気もあるじゃないですか。 まあそれがまあトリガーとなってだいぶ上がってると思うんですけどで逆にそれはえ今までにないですね要は2017年のバブル2021年のバブルそして今回のバブルっていうのはまあ半減期の年から翌年にかけて起こってるんですけどまあ翌年はまだね来年なんですけどね今に関しては今年に関してはだけどもやっぱりそれがですね起こるかっていうとえ今回バブル早まってきてますしえいくらねいい話題が続くといっても うーん突然ね、悪い話題とか、急にこう、えー、BTC がですね、下落とか逆回転していくと、下がっていくと、まあ、そこでまた破綻していく企業とかも出てきますし、まあ、それによってさらにですね、えー、破綻する企業が連鎖的に出てきますし、そういったことを考えると、やっぱり安易にですね、今 BTC を買っておけばよかった。 だなというかまあ今この状況チャート形状見れば買っておけばよかったなってなるのは当然なんですけどただ今から買っていくとかですねあとは今理覚しないでまだまだ明るいのを待とうとかっていうのはまた違うんじゃないのかなとで今日ですねあのホームポストのニュースでブータン王国が BDC をですね売却するみたいなあれそのニュースがないじゃんねさっきまであったんですけどこれですね えー、ブータン王国が、えー、バイナンスに送金っていうね入金っていうことが書いてありますけど要は取引所に入金して、えー、利格しているということなんですよ BTC を、うん、なので、まあ、僕はめちゃくちゃ頭がいいなと思ったんですけどやっぱりここまで上がってくるとチャート形状的にですねまあブレイクアウトしてるんでまだまだ上がりそうであるんですけどやっぱりまあそ,それこそですねやっぱり全理学とか、まあ、部分理学とか半分以上利確とか、えー、例えば自分が100万円分の BTC を持っていて今じゃあ どこから持ったかによりますけど、じゃあ3倍、2万ドルで買っているだと4倍ぐらいになってるか、4倍、5倍でも、例えば6万ドルから買って1.5倍ぐらいとか、いくらでもいいんですけど、その中で例えば半分ぐらい売るとか、例えばもう8割、9割ぐらい売っちゃうとか、7割ぐらい売っちゃうとか、それぐらいの判断してもいいんじゃないかなというふうに思ってます。それぐらいですね、BTC があの今の状況っていうのはだいぶ だいぶというか、もうそもそも最高値だし、最高値圏だし、まだまだ上がるとかね、っていう雰囲気出てますけど、それ自体が、もうその今までにないそのポジティブな話題じゃないですか。トランプ政権誕生して、さらに BTC とか仮想通貨全般に対していい政策が行われそうな雰囲気。で、さらにえアメリカも準備金として BTC を買うかもしれないと、国として、エルサルバドルとか、 ブータンとかそういった国ではない小国ではない大国が BTC を保有するかもしれないっていうのはめちゃくちゃポジティブではあるんですけど今までないですよねだから上がってるんですけどだからこそ結局これは罠というか結局それが最後の上昇で10万ドル前後10万ドル超えるかどうかは別として10万か11万ドル12万ドルまで上がったとしても来年初めから下落に転換していくむしろ10万ドルすら怪しいんじゃないかなとも思ってます で、それをさらにですね、あのー、僕は思ったのは、えー、ミームですね。ミームが昨日ですね、今日は下がりかけてるんですけど、昨日はペペが70%ぐらい上昇したりとかしてるんですよね。こんな感じで。で、もともとそのミームって全般が価値がない前提で作られていて、もうそれはあのー、公式サイトにみんな書いてあるんです、大体ね。もしくは、なんだろうな、何かしら意図は持ってるけども、あのー、 的ななな価値はいいですよみたいなことが書それが、で、まあ、同時が上がったっていうのは分かりますよ。それはイーロン・マスクさんが好きだしそ、そのイーロン・マスクさんが、えなんですか、アメリカの,その政府公立会委員会みたいなのを立ち上げて、その頭文字が同時だからみたいな。で、同時も決済に使おうとしてるのでっていうので、まあ、上がってる、ファンダ的にいいっていうのは分かるんですけど、じゃあ、ペペなんかありますかって話なのと、じゃそれ以外の、じゃあ、コインマーケットキャップでも、 この m e ム s ですね。この m e ムズ s っていう声の中で、もうこれですね。ここが時価総額ランキング6位ってことなんですけど、シャープのところがですね。で、11、15、29、37、46、56、58、60、78、80、83、84、90。大体、まあ、時価総額、まあ、ノットコインはちょっと m e ム s とも違うですけど、まあ、その時価総額ランキングトップ100ぐらいの中にじ、えー、何個 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個。ま、15個ぐらいとかの m ー m e がランクインしてるんですよね。でこれからしても、その、相当ですね、今までにないほど m ー m e コインが時価総額ランキングトップ100に入ってきてるってことなんですよ。で、これはもうやっぱり今までにありえなかったことですし、あの、なんていうんですかね、これこそがやっぱりバブル崩壊っぽいんじゃないかなと。 で例えば僕も2021年とかに、あのー、えー、あれが流行った時にあったんですよ。えっ、ー、と、NFT ですね。あれが流行った時に、例えばエイプというか、あのー、何でしたっけ、ベイシーですね。あのー、猿の暇そうな絵みたいなやつがめちゃくちゃ上がって、1枚が3000万円以上というか、5000万とか1億とかみたいな感じで売り出されてで、しかもそれを買う人がいるみたいな、保有する人がいるとか。 まあ別にそれ自体は確かに NFT の N 技術は分かるんですよ。分かるんだけども、ただ上がりすぎじゃないかというふうに言ってて、結局まあ翌年とか2022で今とかもずっと下がったままなんですよね。それからしても、やっぱりその、なんていうんですかね。やっぱりその、その時はめちゃくちゃバブルで。 あの盛り上がったり上がったりするんだけども価値がつくんだけどもで今もですね耳めちゃくちゃ上がってるんだけどまだまだ上がりそうなんだけどもで僕も今月来月ぐらいは上がるんじゃないかなと思ってます毎年というか過去振り返っても11月12月っていうのは株とかも仮想通貨も上がりやすいんですよで1月とか2月3月とかっていうのは大体下がりやすいとでもあの2024年今年はですね BTC はまあ1月は下がりましたけど2月3月上がって1月2月はちょっと停滞したけども 2月3月3で上がったんですよ、ね、まあたまたまというかそもそもその 100%1 月は下がるってわけじゃないんですけどただその過去振り返ってみるとやっぱりまあ12月っていうのは2020年ですね2020年も12月というかそうですね10月11月12月からブレイカークアウトして2万ドルですね上がってますし去年も10月から上がり始めて12月そうですね12月も上がってますしで1月ちょっと停滞したけども結局2月から一気に上がってったと。 で、また10月というか11月入ってからまた BTC が最高値更新していった流れなんですけど、BTC はこうやって上がってるんですよ。で、まあ僕が言ってるのはこの Meam が謎にめちゃくちゃ上がってるっていうのはバブル感がめちゃくちゃ強いと。で、さらに、じゃ BTC がこんだけ上がって最高値更新してるのに e ーサは最高値更新しない、ソラノはまあ上がってますけど、最高値更新しないというか、その大型アルトがそ,のそんなに上がってないっていうところがまた、 僕はその何て言うんですかね、違和感というか、で、リップルが上がってると。ちょっとミームチックなね。まあ別にそのリップル否定しないで、僕は思ってたことも何回もあるんで、何回も買ったり売ったり繰り返し、上がったところで売ったりとかしてるんですけど、リップルだから感謝の思いはあるんですけど、でも、そのこのリップルがこのタイミング上がるっていうのは、そのおかしいって言ったらあれですけど、やっぱミームっぽいような認識をされているリップルがね、世界的に言うと、特にアメリカで言うと、あの、が上がり始めてると。 で、同士とか見たくね。で、そういったキャラクターみたいなコインなんですよ。リップルに関しては。で、それが上がってるっていうのとで、カルダノも上がってると。カルダノはちょっとまあ、えー、チャールズ・ホスキンソンさんが発言したので上がってるっていうのはあるんですけど、ただこのイーサとソラナが、まあもうちょいその、ソラナで言うと270ドルとかまでいってるとか、えー、イーサもですね、4000ドルとか5000ドル、まあ、最高値更新とは言わないですけど、今のタイミングでももう5000ドルぐらいまで上がってきたりとかしないと、その、 反応的におかしいかなと思ってるんですよね。そこがやっぱり違和感ですよね。僕としてのね。だからそこに、まあ皆さんはね、あのー、いや、そんなことないよ。佐々木さん、BDC はもう15万ドル、20万ドル来年行きますよっていう人もいるだろうし、僕も一応その路線も考えてるんですけど、やっぱりこのね、その路線だったんですよ、僕も。だけども、このメイムのこんだけ自家総額ランキングトップ100に入り込んでるってイコール、やっぱりこれもう、なんていうんですかね、うーん、 きなないいいいというかか怪しい匂いしかし匂くて、うん、BTC だけ見てればチャート形状だけ見てれば強いそうなんですよでファンダ的にもうトランプ政権が誕生して仮想通貨に良い政策が行われて、えー B、あのアメリカがね BTC を保有するかもしれないところまで来てるんでそこはねめちゃくちゃいいかもしれないんですけど僕はそこがだいぶネックで怪しいんじゃないかなと思ってますだからそういう意味で僕はですねやっぱり今のタイミングで BTC を買うっていうのはおすすめしないですね より強く思いましたね、このタイミングで。昨日のアルトというか、アルトじゃないんですよ。要は、ミームがこんだけ入ってきてるっていうのが怪しくて。で、ヘデラもどうせね、現物リーフの申請しましたけど、大体このヘデラっていうのは、BTC が上昇してたりとか、稼げそうだなってタイミングで、良いファンだ出して、で、その後一気に下がっていくっていうのを過去を繰り返してるんですよね。ここの時もなんか、その、何でしたっけ、ドバイでなんか提携するみたいな話でしたけど、結局なんか嘘で。 みたいなことだったんですよね。で、下がってるんですよ。だからそういうことを考えても、やっぱりその、今の上昇っていうのが、偽物じゃないかなと。これが最後の上昇で、BTC とか、え、メイムのバブルっていうのが崩れていくんじゃないかなっていうふうに、え、昨日ね、めちゃくちゃ強く感じました。このアルトの、アルトじゃない、ミームの上昇を見てね。だここで、だから皆さんにお勧めしたいのは、やっぱりその、過信しないでほしいなっていうね。BTC が、 この後ですね、えー、10万ドル、20万ドルまで行くっていう、来年ね、特に。えー、特に2025年はバブルの年になるっていう風に思われてる方、すごい多いと思うんで、それを外してくると、今上がってるから買っちゃおうよみたいな雰囲気になってるんじゃないですか。BTC はその100万ドルとかね。だから、そこを本当にその、はしご外される勢いで、まあ、この後、まあ、10万ドルタッチするかもしれませんけど、こういう勢いで、来年ですね、 暴落していくんじゃないかそもそもだって2025から2026がここなんで結構な、ね、勢いで下がっていくんじゃないかなと少し戻して8万ドルとかいってもまたこうやって落としてったりとかでまたその20278とかにはもう4万ドル以下とか、まあ、5万ドル前後とかでそこからまたですね何か良いファンダがあって2030年にかけて2 3 0万ドルとかになるっていうことはあるかもしれませんけど あの僕としては、こういうチャート形状というか、ちょっとまあ今の上昇がえー最後の上昇で仮想通貨、冬の時代に入っていく。で、さらにえ AI ですよね、ここだとちょっと出してなかったですけど、n a s a ク自体も上昇がね、もうだいぶ天井臭いので、AI バブルもですね20、2023年からね、上がり始めて、去年から上がり始めて、ずっと未だに上がってると、NVIDIA とかも。 それに関しても、そろそろ一旦ですね、調整が来るんじゃないかなと、大幅調整がね、あの、ちょこちょこ下落はしたんですけど、大幅調整かなと思ったら一気に回復して上がっていったりとかしてるんで、まあ、それもですね、何回も続かないと思うので、8月5日とかもね、大暴落しましたけど、一気に戻していったんで、でも、その、いくらね、その暴落を、何ですかね、以上に上がったとしても、やっぱりその急、短期間での急騰っていうのは、結局のところ無理して上がってると。 僕は感じるので、それもあ,ある、その指数とかね、別に見てもいなくても、何ですかね、急落してるのにさらに上がっていくイコール、より売られやすいっていうね、チャート形状になるので、そういった意味でもやっぱりまあ危険かなと思ってます。だから米国株とかも、この今、例えば、上がってる、例えば NVIDIA とか GAFA 関連の株買うとかっていうのも、もう、米国株とか日本株とかのその AI 関連の株買うとかよりも、まあ、 無難な配当系の株とかにしたりとか、もしくは上がってないけども、なんかその、この後下落した後に上がっていきやすいんじゃないかなとかね、その今、注目されてない株の方が全然いいと思ってます。あと、プラスで言うと、中国株とかの方が僕は、今後ね、今下がってるというか、そんなに来てないので、ちょっとこの前急騰しましたけど、今,今年ね、でまた半年以上下がってるんで、今のタイミングで買って、米国経済が崩れていくっていうことを狙って、中国株を買うとかっていうのは、割とあリなんじゃないかなと。 でまあもちろん、あの米国がもう完全崩壊するとか、なんかその国なんですか、米国から中国に移り変わるって話じゃないですよ。一旦崩壊するって話で、その後5年、10年、ね、また5年後とかには、また高値更新とか、米国株とかナスックとかもすると思いますし、ただ、一旦やばいんじゃないのっていうところですね、相当やばいんじゃないのっていうところを思ってます。しかかもトランプさんですから まあ割と破天荒なこと言い出したりとかして、来年とかですね。あの今、就任されたとか、期待ばっかりなんですよね。だけど、実際、その来年1月以降ですね、政策がこう、実際にやっていくとか、やり始めて、いろんな問題が出てきたりとか、っていう風になってくると、まあ、BTC とか、あと米国株とかも、んそんなにうまくはいかないんじゃないのかなと思ってます。 だそういう意味で、まあ皆さんもね、あの気をつけてほしいなと。だからもう今のタイミングで BTC 利確するとかっていうのも全然悪くないというか、相当いい選択だと思いますね。あの、多くの人はですね、やっぱりこのタイミングでやっぱり利確できないですよね。例えばうん、6万ドルとか7万ドルとかで、もしくは5万ドルとかで利確した人たちは、今の上昇を見ると、うわー利閣しなければよかったって思うんですけど、思う人もいると思うんですよ。だけども、やっぱりこうやって上がってるタイミングはそう思うんだけど、もしじゃあこれが、あのー、 6万ドルとか、もしくは5万ドル、4万ドルまで下がってきた場合って、は、やっぱ9万ドルで利確しておけばよかったなと思うんですけど、それって表裏一定なので、例えばこの、ここら辺で利確した人がこういうふうに下がっていけば、また、あ、僕とかね、僕もこの辺と、この辺で利確したんですけど、あのー、ここら辺まで行った時に、やっぱりまあ持っておけばよかったってなるのはしょうがないんですけど、ただ、この後こうなっていけば、ここら辺で利確しておけばよかったってなりますけど、 今の上昇は実際はここで利格したいなというかもしくはもっと持っておきたいなって思い始めますよね。だけど一方でもしこの下に下がっていく方になった場合っていうのはやっぱりここの9万ドルで利格者がいいなってなりますよね。だから結局そこっていうのはもう選択なんですよね。あとはどこで買ってどれだけ利益が出てるのかっていうところに全てはかかってきてあとはその自分のその資産状況ですよね。例えばその BTC に100万円投資していて2万ドルの時とかね。 大底圏で買っていて、じゃあ、6万ドルとか7万ドル威嚇し,しましたっていうのでも、それでも3倍取れてますし、で逆に、あの、6万ドルとかで買ってると、6万ドルから買って、今の、じゃあ9万ドルまで上がりましたっていうと、約1.5倍なんですよね。でも、この後もしかしたら下落するとか、6万で戻ってくるかもしれないと、戻ってきた場合には損益トントンなんですよ。100万円として150万円になったものが、また100万円に戻ってくるってなると、 あーってなりますよね。でも一方で6万ドルで買ったものが12万ドルになれば2倍ですけども、そこまで上がるのかっていうとなかなか難しいですよね。だそ,こそこで言ったらやっり9万ドルぐらいで半分利確するとか、部分利確とかは推奨しますね。あのー、そこまでだから、だからね、もちろんだからここで考えなければいけないのは、自分自身がどこまで上がるかって思ってるのかっていうところと、このきな臭いかどうかって思えるかどうかなんですよね。このあるところにの上昇が。 僕は相当怪しいと思ってます。これがなかったら BTC 上がってイーサーとか大型アルトが上がってたら、あ順調に資金流入してるんだなと思いますけど、どっちかっていうと今っていうのは BTC と m ー m しか上がってなくてイーサーも上がりましたけど、えな、ー、んですかね、ちゃんと真面目なプロダクトっていうのは上がってなくて、単純なその金も借りそうだなみたいな、上がりそうだなってコインだけ上がってるっていうのが、 僕はもうバブル感っていうのと熱狂度。日本はそんなに燃えてないんですけど、やっぱり世界のそのクリプトを触ってる人たちが、やっぱりそのミームですよね。ミームの文化ってっ日本人ってあんまり理解できないと思うんですけど、僕もですね、あんまり理解できないんですけど、でもそ,その理解できないのは正しいんですよ。正しいけども上がってるんですよね。だから、買いたくなるんですけど、これが罠で、やっぱり僕はやめといた方がいいかなと思ってます。で 僕みたく慣れてれば一瞬触ってすぐ売るとかっていうのできるし、あと僕は税金ないんでね、マレーシアなんで計算もないし、そういった意味では買ってすぐ利益出してっていうこともできるんですけど、だ日本住んでる皆さんでミーム買うっていうのは取引所もね、いが取引所を使ってっていうところ大変だ。まあいいんですよ、別にそこまでやってっていうのは普通に良いことあるんですけど、ただそこまでやった時に高値でミーム掴んでずっと暴落して無価値になるっていうのは過去もね、何回も繰り返してるはずなんで、ここのその 2021年の時もこの辺で BTC がまだまだ上がるって、この高値圏で BTC とかあると買った人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、冬の時代入って、どうしようどうしようっつって、こういったところで売った人も買うんじゃないですよ。こういったところで売った人だって多いと思うし、もしくはもうミームだと、もうこの辺まで下がって、もうピーってこう昔みたいな、100万円投資して現在価値1万円ですみたいな感じの人とかだっていると思います。僕もそういったことありましたね。パンケーキバニーっていうコインなんですけど、当時はその金利がもらえる系コインが流行っててね。 あの買っったたんですすけど全然ダメだとということもありますなのであの、皆さんに本当ね、今の段階で本当、まあ、同時とかね、だったらまだありかもしれませんけど、ただ、まあ、同時すらも、この上がったタイミングで売るっていうのは、まあ、めちゃくちゃいい選択じゃないかなと思ってます。だから今ね、このタイミングで何すべきかっていうと、買わないか、買ってもその短期で1ヶ月以内、12月、このバブルが続く限りは、利、えー、上がると思うけども、 でもおそらく今月か来月ぐらいでもう終わりなんじゃないかなっていう目線で考えるっていうのがいいんじゃないかなと思ってますあの2021年11月もこの最高値更新したけどすぐ落ちていきましたよねこれと僕は近い動きになるんじゃないかなと思ってますねもしかするとね本当わかんないですけどあのもちろんだってこの上昇だって僕もこんな上がると思っていませんでしたしだか,らだから予想外なんですけどただ変わらずに予想外に上がったとしても 投資ってのは大事なことはね、単純に値動きを当てるだけじゃなくて、こういったその場面で買うと、どういうリスクがあるかっていうと、やっぱり上がっていく、これ以上上がって、2倍、3倍で利益取るよりも、やっぱり2分の1、3分の 1, 1になる方が、リスクとしては高いんじゃないかなっていうふうに考えるべきだと思うんですよね。それがやっぱり生き残るコツというか、資産を増やし続けるコツ、生き残って、生き残れば資産は減らないし、で、増えるタイミングで少しは増えて、でたまに大きく増えてっていうことを繰り返していけるんで、そういった意味で、やっぱり今のタイミングでは、 特に日本住んでる皆さんとかはですね、うん全力外、特に BTC とかで、まあ、僕は前から言ってますけど、まだイーサーとか、そんなにその熱狂度高くなくて、で、なおかつ、検討ティー承認されてるのはイーサーだけだし、っていうのはーサ a だったらまだありかなと思ってますね。もちろんイーサーも BTC が下がれば2000ドル以下まで下がるとは思うんですけど、でもそれでも3000ドルから1500ドルになっても2分の1で済むんですよね。 え、二分の一ってやばくないと思うかもしれませんけど、多分今のタイミングで BTC 買うと、そうですね、多分4万ドルとか、だからこれも BTC も二分の一ぐらいになると思いますよ、バブル崩壊で。だって過去も振り返ってみても、2017年だってね、2万ドルで買った人は、えっと、3000ドルぐらいまで下がってますし、六、えー、万ドル、2021年6万ドルで買った人は2万ドル以下まで下がってますし、6万から2万ドルで3分の1ですね。 だから今回バブルで言うと、ちょっと E テクションにされて下落がマシになったとしても、2分の1ぐらいまでは下がるんじゃないかなと思ってます。だからそういった意味で、やっぱりまあ、それを理解してやるかやらないかですね、投資するかしないかっていうのを決めてほしいなと思います。僕はただ単にね、楽観的に BTC 爆上げです、買いましょうっていう煽りとか、そういったことじゃなくて、皆さんがやっぱり投資で損失を出さずに、やっぱり利益を出していくっていうことを考えてるんで、YouTube もそうだしね、自分自身もそうです。 なので、まあのー、皆さんもね、それを理解して、まあ、見てくれてたら、聞いてくれたらね、嬉しいなと思います。それこれ最初に言っとけばよかったですね。えー、ということで、本日の、ね、動画は以上になります。本日の動画良かったなと思う方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、公式 LINE 登録と、公式メールマンに登録していただくと、仮想通貨や投資、トレード、こうなどは無料でプレゼントしています。あと、僕の主催するオンライン資スクールのチーンベスター、プレイム、ライトプランの方では、実際の売、ね、買情報とか、 っていうのを、薬剤履歴とかも含めてね、全部画像とかも、証拠とかもお送りして配信しています。で、それでね、5年間、資産を増え続けてますので、え、興味ある方はですね、ぜひ参加してみてください。あと、プラス、あの、こうやって YouTube でも話してますけども、ジーンベスターではね、最近は毎日のように配信してますし、僕は感謝こととかね、あの、今 YouTube でミームがね、上がってて、やばいんじゃないかって話をも,もう、ジーンベスターの方でやってますので、え、ーンベスターの方がね、早くそういった、<laughs> え、情報を知れるメリットがあります。あと僕の使っている証券会社取引所の方もチェックしてみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までいただきましてありがとうございました。